とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、ぬらり師匠の修行、行ってみたいと思います。このピラミッドもまた Y サークル。最深部を修行場としている。さて、ここの Y サークルでは、ツバメ返しの妙を覚悟ができてるならば説明しようしてください。ツバメ返しどういうことだ。では修行内容についてだが、ツバメ返しの妙とは、強力な敵の力を跳ね返すほどの胆力を身につけるための修行だ。この先強敵との戦いが続くだろう。その連戦にもくじけぬ精神を持つのだ。ラント君が参加しろってことね。はい、わかりました。ラント君ちょうどいるのでそのまま行きましょう。あの時は大変だったな。全員洗脳されたと聞いたが、よし、ここで戦ってもらう敵はジンペイ君が助けてくれたんだ。エイリアンどもの幻影、ジンペイ君だけ洗脳されてなかった。憎き相手との連戦、そこではブレない心を持つことが重要だ。あんまり覚えてない。では修行を始めるか。僕たちが思いっきり殴ったってことは、黙っといた方が良さそうだね。横で喋ってるね。まあいいや、挑戦します。何、超経験値ボールの1個上があるの。神経験値ボールっていうのが新しく出てる。どこで入手するんだろう。クエストだけかな。はい、それでは行きましょう。おい、まあまあとりあえずなんとなく行ってみようか。いや余裕だわ、全然今のところ余裕。キンキーコングは、あ、キンキーも余裕。あ、そうか、そりゃそうだな。600の敵と戦ってたからそれと比べちゃダメだわ。余裕すぎ。ボスは何が出るんでしょうか。あ、ライムスパイ。あ、はいはいはい、ラント君をね。あ、違う、ライムスパイじゃなかったな。あれはグレーのやつだったもんね。あ、まだ出た、まだ出た、キングドジュラス。ほうほう、強いのかい。ちょっと待って、腹減ってる。うん、チクマーズも横にいて、めんどくさそうだけども全然余裕だったね。ちょっと固めだよ。でも、目に見えて敵の HP が減るからそう大したことはないけどね。極だったらそこそこ面白いかも。この HP だから極のやつは多分相当 HP が高そう。あるんでしょ、ないから。いや、あるんじゃない。よし、あと3発かな。あ、終わりだ。はい、経験値持ってるな。10万、経験値10万、めちゃくちゃ持ってる。よし、はい、まあとりあえずクリアだね。何この声はって言ったね。ここは、いや、エルゼメキア、お前が呼んだのか。どうかな。私はマゼラに勝つ。もはや復讐のためではない。みんなを守り、お前に託されたものも叶えたい。だが本当はお前も救ってやりたかった。お前をみすみす死なせてしまったのは私の力が足りなかったか。そんなことないよ。あなたは私よりもずっと勇気がある。だから私はあなたを信じたの。エルゼメキア、受け取って。私があなたに託した本当の思いを。これは、この私、エルゼの力、コーリーの力、私が持つ全てのパワーをあなたにあげる。
って、ラント。あなたなら、きっとできる。ああ。最後に、一つだけいいかな。うん。私の本当の名前は、エルゼメキアではなく、エルゼ、降臨星の女王、エルゼよ。覚えておいて。わかった。さあ、あなたの新たな力を目覚めさせるとき。おお、これか。公式サイトに載ってたディープシャドウゾディアックゲットです。私は誓う、必ずマゼラを打ち滅ぼすと。うん、信じてる。変身。これが私の新しい力か。うひゃ、びっくりした。ここピラミッドの中だよ。一番奥の第三のワイサークル。大丈夫？私はどうしていた？修行をクリアした途端、急にぼーっとしだしたんだよ。会長って呼んでも全然反応しないしさ。なんかやばいことになったかと思って心配したっしょ。そうかと思えば、いきなり新しいヒーローに変身するんだからね。ラント君、何があったの？誓いを立ててきた。なんのこっちゃ。強い思いはたとえ生死を分かつともつながっているのですね、大王様。ああ、この戦いはマゼラに食われた多くの星々に報いるためでもある。そのためにもあいつらをちゃんと導いてやらないとな。ええ。ラント君がディープシャドウゾディアクに変身できるようになりました。お前たち、よくぞ全ての修行をクリアした。これで最後の戦いを挑むのに十分な力を備えたと言っていいだろう。けどさ、マゼラって宇宙にいるブラックホールなんだろ。どうやってぶっ倒せばいいんだ？安心しろ、こういう時のためにとっておきの切り札を用意しておいた。最終局面での切り札、アガルワード来たー。まだ最終調整中だが、じきに完成する手はずになっている。まだ何かしようとしているようであるな、マゼラ。おとなしく死を待っていればいいもの、往生際が悪いのである。お前の思い通りになんかさせるわけないっしょ。俺たちは絶対諦めねえぞ。ならばさらなる一手によって例えようのない絶望を与えてやろう。今度は何をするつもりだ？お前たちから奪ったミサイル、破壊矢とか言ったか、戯れに改造を施して、たった今お前たちの星に向けて発射した。なんだと？こんがり焼けて香ばしさが増し、絶望の旨味も引き立ちそうであるな。食すのが一層楽しみである。おいおい、やべえぞ。どうすんだよ。さっき言ってた切り札ってまだ出せないんですか？ダメだ、まだ完成していない。もう少し時が稼げれば。では乗り込むしかありませんね。
乗り込む？どこに？まさか、破壊や DX にか。そっか、破壊や DX には緊急時に備えた操縦機構が搭載されている。そうです、なんとかそこまでたどり着ければ。マズラ本体のブラックホールに打ち返せるってこと？しかし、君たちをそのような危険な任務に行かせるわけには。万が一帰れない事態にでもなれば取り返しがつかなくなる。それは。学園長、俺たち行くよ。ジバ君、だってこのままじゃ地球が丸焼けになっちゃうんだろ。俺、Y 学園でやりたいことまだまだいっぱいあるんだ。だからさ、バッと行ってちゃちゃっとマゼラをぶっ倒してくるぜ。さすが兄貴だぜ。よし、俺もお供させてください。ここで逃げたら面目丸つぶれっしょ。奴らに一泡吹かせたいしね。私たちは必ず戻ります。こんなところで死ぬわけにはいかない。行こう、チンペイ君。マゼラをやっつけるんだ。ああ、お前たち、いつの間にかこんなに頼もしくなっていたのだな。何もできん自分が歯がゆくて仕方ないわ。お前たちの覚悟は受け取った。破壊や DX の現在位置はおおよそだが特定できている。すぐにでも地球に衝突する距離じゃなかったのはせめてもの救いだな。俺とヌラリの力ならお前たちを破壊や DX の内部に飛ばせるだろう。それってワープみたいなもん？まあそんなものだな。しかし相手はあのマゼラだ。揚力を無効化する負のパワーに満ちている。私たちの力がいつまで及ぶかは分からぬ。そうなる前に戻ってくればいいんだろ。大丈夫、なんとかなるって。ジンペイ君が言うと本当にそうなりそうだから不思議だよね。わかった、準備ができたら俺に言え。お前たちを破壊や DX に送り込む。皆さん、どうかご無事で。必ず生きて戻るのだぞ。はい、はい。ということで今日はディープシャドウゾディアックに変身できるようになりました。これでようやくヒーローが揃ったね。では次のミッションは大変なことになりそうだけどもやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。